行くで。お。この人も痛いけど。よいしょ。行きますよ。はい。痛いなら助けてよ。うん。動画とどっち優先しようか。まあネタ的にはどうかなと思うな。そうやな。ちょっと我慢してなと思って。行きます。宮城行きます。はい。よし。よし。おお狭いっす。よし。痛い痛い。痛い痛い。痛いよ。はい、こんにちは、ドライブの宮城です。なんかご無沙汰です、最近 YouTube おかげさんでね、バタバタさせてもらってるので、ちょっとなかなかね、撮影もできてなくて、で、今日はね、まあ本当とにかく問い合わせナンバーワンというか、まあ、大変人気なね、まあ、GT4 プラグプラグっていうのをね、うちの方がオリジナルで今やらせてもらってるサービスなんですけれども、まあ、そこらについてね、すごくなんか面白い質問がすごく来るので、まあ、今日はそこをね、ちょっと紐解いて、詳しくご説明していきたいと思います。はい、でね、今日もね、相変わらずまたおかげさまで非常にありがたいんですけれども、履いても履いて、次から次とまたいろいろ入っていって、今日なんかも、今日もね、なんか面白いの来てるね、これ。これは何ですか？なんか、ミズノのマークみたいな。ミズノのマークになってる。ミズノのマークって何や？大丈夫、大丈夫。ドライカーボンな、こちらは F80 セダンね。M3 用のカーボンフロントフェンダー。ドライカーボンフロントフェンダー。もう、どうですか、これ見て。女子的には。かっこいい。もうちょっとこう気の利いたなんかボケでもないのもういいけどさ楽しいよね、こんなのなかなか買わないよ、皆さん。うちのお客さん狂ってますね。これまたセコいんですよね、これね、すごくね、セコいやつ、セコいやつですね。はい、元は、まあ、レカロもいっぱい入ってるし、レモスもなんか機能つけとったらまた来てるね、これね。うん、まあいいことやね、ついから、まあ、今ぐらいからね。うん、はい。で、今日もね、今日はまあ F 型の日やね。F 型の日です。はいはい。こちらの黄色は、はい、お隣岡山からいつもありがとうございます。はい。またこれ上げられとるやんね、これ。ちょっと下げようか。ちょっとね。こちらはなんと、どこですか、これ。名古屋ね。遠いところありがとうございます、ありがとうございます。で、早速ね、今まあさっきね、降ったちょうど今オイルパンをはぐってるので、リシッティフルドを今抜き取った状態ですね。こちら走行距離が5万キロほど。ミキさん、ちょっといい、これ。はい、抜いたオイル、抜いたオイル。映る、これ。映るかな。なかなか、なかなか真っ黒やで、これ。ちょっと中がうまいこと映せんね。映るね。うん、そう。はい、じゃあ、こちら。これ、サイドフィルターね。抜いたサイドフィルター。これ見て、この鉄塔。見てな。これ。純正のね、マグネットなんかいい仕事はしてますけど、なかなかですよ、これ。なかなかで、中とかもうすでにね、クラッチもね、全部こう油に浸かったまんまやから、これなかなかやね。なんか粘土みたいです、ね、もうどこ触ってもヘドロや、これ。もう鉄粉とカーボンスラッチのこの塊ちゃんね。はい、はいはい。
まあ、ここからちょっと綺麗にしてね、大容量のウルパンに変えていきます。でそこでまずは、ここでですね、そのウルパンのことについてちょっと話しましょうか。はいはい、はい、こちらでございます。何話せたっけ。オイルパン純正からいきます。はい、純正ね。はい、純正。はい、はい、なんともプラスチックです。おお、落ちたわ。これはまあ関係ないんやけど。はい、でこちらがね、大容量のアルミ削り出しの、オイルパンね、うん、かっこいいね。はい、じゃあここでちょっと一番多い説、あの質問をね、ちょっと紐解いていきましょうか。はい、まず、はい、これちょっといいですか、この2つ、こう上から上から取れる、まあ、取れんか。はいはいはい、こうね、こうね。はい、パッと見た目が違いますか。大きさはもちろん一緒。大きさが一緒。面積な、面積な、面積、うん、あ、取り付けのな、ね、あ、はいはい、そこは変わらんわ、ね、はい、一緒やな。はい、中の柄もちょっと違う。中の柄、うん、お柄な、お違うな、凹凸もな、おうおうおう、うん、厚みも違う。厚み、お違うな、うん、あ、違うな、こう産んでのさやな、うん、ほんであとは、うん、素材も違うんですか。素材も当然違うんですね。はい、はい、プラスチック、プラスチック、こちらはアルミ、アルミね。はい、はい、一応まあ、鍛造です、これ。おお、もうキュンとくる、鍛造に。鍛造、キュンとくるね。そう、鍛造。じゃあどれぐらい違いがあるか、うん、ね、高さで言うと、うん、なんだこれ、18mm ぐらい純正ね。でこちらなんと 50mm、 約 50mm。 偉いね、偉いね、偉いね。 30mm ちょっと違うね。あとね、面白いのがあったのよ。なんか GT4 かなんかの純正をね、こう純正と並べてね、うん、冷却品が違いますって、この写真があった、うんうん、冷却品、冷却品って何ですか。冷却品はこっちや、これ冷却品、うん、これを冷却品って言ってるの。これ見て、うん、映ってるこれね、うん、あるよこれな、なんか太陽ですみたいな、こう、うん、パッとなったのこれ冷却品って言ってる、うん、これは冷却品ではありません。ないんですね。はい、これは、はい、正式名称は俺は分からないけど、はい、役割としてはバッフルやね。バッフル、要は車こう水平やんか、はいね、はい、走るとこうなりますよね、はい、減速するとこうなりますよね、はい、コーナリングしてるとこうなるよね、うん、こうなるよね、うん、こうなったりこうなったりするよね、うん、じゃあここに水を張ってたらどうなりますか、うんうん、右によ る, 左によるこう前に行く、左に行くってなるよ ね, なります ね, ね。そうするとオイルが偏りしちゃいますね、うんうん、偏りするっていうことは、まあ、キャビテーションって、まあ、いわゆるエアガミであったりとか、うんうんうん、ここシャッフルシャッフルされるから、うん、中の空気がこう混ざって、こうなんだろう、ミルクが泡泡になるの分かる、うん、ふわふわにするにはこうね、エアを絡ませてっていう、生クリーム作る時もそうでしょ、はい、まあ、そういったことが起こるんですよ。うんうんうん、それを極力防止させるために、まあ、ここから吸ってるからね、オイルを、うんうんうん、それを防止するために、うん、これをこのガイドはバッフルっていうものが、偏りを妨げるというか、こう安定させるんですよ、流れを。ちょっとでも動きにくくするってこと。そう、これなかったらザパーン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 っていくでしょ。防波堤みたいなもんですね。そうやな、こっち向いていかんようにな、うんうん、だからこう来たらこっち流れるやん、うんうん、でもこれ壁あるからここいっぱいになるでしょ、うんうん、そういう役割ね。あ、だから冷却品ではないよ、色々。冷却品はこっち、ね、冷やす、これ冷却なんで冷やすですよね、うん、ただまあ効果はゼロじゃないよ、確かに、うんうんうん、これとこれ一体もんやから、ここ風当たります、はい、ね、冷やす、ね、うん、熱交換率の効率がやっぱりアルミの素材って高いから、うんうん、まあ、繋がってるので、うん、ゼロではないけど、うんうん、これを冷却品と言ってはいけません。冷却品はあくまでもこちら、はい、外、はい、うんうん、まあ、あって風を当ててプラスチックよりは、うん、熱をこうさらっていくヒートエクチェンジ
ヒートエクスチェンジが、ね、しやすい素材なんでね、アルミってよく使うので、そういった役割があるわけですよ。まあ、あともう一つ言えば、ここがこんだけごついので、まあ、強いて言えばねじれの強度合成も出ると思います。じゃあこれが純正もついてるんだけど、どれぐらい違いがあるかというと、純正でいうとここになるわけよね。こういうところね、こういうところ一番高いところどこなんだろうね。これか、超高いね。一番高いところで、はい、6mm、6cm、違う、6mm、はい、6mm、 6cm めっちゃでかいよ。 6cm でかいね。はい、こちらのダイヤルでいくか。こちらは 12.5、 うん、ね、だから厚みが増した分ちゃんとここも上げて、その偏りを防止しましょうねって考えられて作られたオイルパンになります。だからもうこれだけ変えて、あとなんかあれやな、油温が10度も下がるんですかっていうなんか質問があったよね。ああ、そのオイルパンを変えることによって。そうそんなに下がるんですか。いや、そんなに下がらんと思うね、俺は。そこまでは下がらんと思う。まあ、それもなんでかっていうと、ブッチはちゃんと根拠があるからね。根拠は何かっていうと、一番最初に紹介した動画で、お伝えした通り、うちのグレの M4 ね、あれは結局あの DCT の滑り、クラッチの滑り、はい、まあ、あれで1年間苦しんでたからね、ね、ある一定のところ、ある一定の温度に達するとその症状が出るっていうのは、だから一番ミッションの適正な一番調子がいい温度、上昇してはダメな、適正あダメな温度、ね、最悪な温度っていうのを、うち僕はですね、あのグレーの M4 に、テスターをつないだ状態で縛り付けて、常時それを監視しながらロギングを取って全部データを取ってるわけですよ、ね。そのデータを基づいてモティーズと一緒に共同開発して、フルードをいいフルードを作ろうっていうことをやってたんです ね、 ね、だからそれでやっぱり結局無理やりオイルの容量を増やすっていう荒技をやったんですよ、ね。そうすると結果いい方向に行ったと。ってことはやっぱりオイルを増やすのは、やっぱ気温でも気上の上でもそのオイルの量は増やした方がいいっていうのは分かってるんだけれども、じゃあ実際どうかっていうところも実際試したところ、いい方向に結果が動いたと。ただそれでは、根本的な温度管理のところ、100% に達しなかったので、この容量アップのオイルパン、これで容量を増やしつつ、風を当てて冷やしつつ、ね、プラス、GP4 プログラムっていうものを作ったわけですよ。ただこれも勘違いしないでください、GP4 プログラムって名前をつけてますけど、これはあくまで、当社オリジナルのデータなんですよね。でいろんな名前も考えたんだけど、もう GT4 っていう名前を使った方がユーザーに響きやすいと思って、GT4 プログラムっていう名前にしてるんですよ。よくその巷でね、なんか最近 GT4 プログラムできましたなんかって言ってるところあるらしいんだけど、それはごめんなさい、偽物なんで、はい、うちが作ってるものが GT4 ですからね。かといって GT4 のデータを使ってるわけではないので、そこは注意してください、はい。うちはきっちりデモカーで全部テストをした時点で商品化してるの で、でこれは似たようなことをやってたとしてもうちとは全く違うものなので、そこはご理解いただきたいと思いますね。これはもううちでしかできない、ドライブでしかできないんで、このプログラム自体はね、あとそうやな、伝えたらないかんことを見比べて何かない？はい、金本さんぶっ飛んどんで、もう僕は切っていきましょう。はい、ここないですよね、これないですよね。ついてないものがあるんですよ、これ2つ比べると。穴はでもついてる。穴は一緒じゃないとつかへんから、はい、これね、ガスケット、純正のガスケットね、あるところでは、これを中古を使ってるらしい。中古使
えるんですか。使う使わん、その性能のことを無視すれば使える、うんうん、よくあのオイルパンからオイルが漏れたとかっていう案件ってよくあるじゃないですか。あります、あります、はい、それは、うん、ここのガスケットの劣化と純正はプラスチックなんで、うん、熱で沈んでしまうから、うん、クリアランスが広がってオイルがにじむと、うん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 、でもこの大容量で変えると、うん、アルミなんで歪みは起きにくくなる、うん、オイルの量が増える、増える。でここが一番のポイント、はい、この商品3年前から僕らは知ってました、はい、ね、ただ導入を見送ってた理由があります、はい、それはズバリ何かというと、うん、このガスケット、うんうん、このガスケット単体では BMW からリペアが出ません。いわゆる一体すべてを買えないといけない、そう、あ、要はこれが欲しいがゆえにこれを買わないとダメです、うん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 、これを買ったらこれはついてくるんです。はい、はい、無駄でしょ。無駄です、ね、やっぱり、いい商品、決して安物ではない、うんうん、そこそこします、うん、で購入していただいたお客様にですね、やっぱりその2年後、3年後、5年、10年後にちゃんと、安定した供給ができるかどうかっていうものを調べて調べ倒して、それができるようにならないとドライブは商品化をしないっていう信念があるんですよ、うんうん、これ当たり前なんですね。もちろん、ね、これ買ったら確かにこれ1回ついてきますよ、うんね、じゃあもうこれ漏れましたと、はい、じゃあこのガスケットなかったらどうするのって言うんですよ、うん、また買うんかいと、はい、もしくは純正のこっちを買うんかいと、はい、そんなん嫌やろ、うん、嫌やろ、嫌やな、な、嫌やな、で調べ抜いた結果ね、僕はドイツから、はい、これまあ BMW がとある工場に依頼して作ってるものなんですね。はい、はい、それを作ってることからが、はい、ここだけ売ってくれっていうオファーをずっとし続けて、はい、OK が出たんですよ。お、OK が出たわけですよ、純正と全く同じものがね、うんうんうん、だからこれを始めたんです。昨日今日の話じゃないね、聞いたからあそこがこうやってたからお家も真似してみよう、そんな話しちゃう、うん、そんぐらい長い期間かけてずっとこれは育ててね、うんうん、いつか必要になるだろうと。でもこの問題をクリアしないことにはこれを入れたところでお客様に迷惑がかかると、うんね、それじゃダメだと、これができるようになったから始めたわけです、うんね、まあ、当然デモカーで、トライアンドエラーを繰り返して、うんね、いろんなデータを取っていって、こうしないとダメだなとか、ここはこうなったらいいよだなとかって始まって、うん、いろいろプログラムを解析して作り上げたデータが当社オリジナルの GT4 プログラム、うんね、似たようなものは違いますよ全くね、はいはい、だから簡単にもうユーザーを真似したりとか、うん、職様はこれうちのパクリをするところ多いんですけど、あの失礼な話なんでね、ちょっとやめてくださいね、はい、まあ、ということで、うん、どっちが欲しいですかっていう話です。まあ答える場合でもないでしょうかそうやね、はいはい、もちろんパッキンはついてくるんですね。ガスケットはついてきます。でガスケットだけ欲しいって言われれば用意します、はいはい、まあ、在庫してますので、ね、はい、ただこれを買ってないのにこれだけくれって言ってもそれは出せないですよ、さすがにね、それ用の、はい、うちらもそれ用にセット、あの、はい、お客さんのためにストックしているものなんで、はいはい、でこれ交換するのにあたってさっき見たね、まあ、これサイドフィルター、これも純正使います、はい、で、うん、はい、でストレーナー、まあ、これがここにつくみたいな、うん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 、こういう形でね、こういう形でマウントされるとっていうのを変えて、はい、DCT フルードもこだわってるので、はい、モティーズの、DCT フルードをブレンドしたもの、ね、M4 に最適化させたもの、まあ、これ Q2 とかいろいろ同じ DCT 使ってますので同じなんだけど車種別でブレンドに分かれてます。うん、これも、まあ、当社でしかできない、はい、当社データがあるからこそできる成し得る技ってことです、ね、そこを、改めてご理解いただきたいなと思います。はい、はいはい、でね、清掃終わったんでオイルパンを今組み付けてますね、うん、はい、大きいやつです。で2種類のねモティーズの DCT オイル、これをねブレンドして、バッチリ合わせて入れていって完了で、最後に、GT4 のプログラムを入れて、その後に、キャリブレーション DCT のキャリブレーションというものを、うん、クラッチのスリップポイントであったりとか、ね、そういっ
ういったところを調整して完成となります。でね、あともう一つポイントがある。実はこのオイルパンも実は締める順番っていうのがあるんです。そんなのあるんですか？あるんよ。多分知らん人多い、ね、私知らん。でこういう形で全部すべてトルクレッジ使ってね、まあ、いっぱい買いましたけど、いっぱい買いましたね。先日もなんかスナップオン来てね、なんかまた買ってしまいました、ね。はい、まあ、トルクレンチオタクになっております。はい、はい、という形で、まあ、きっちりね、完璧な作業を、動画常に、はい、この草厚いのにこなしてくれております、はい。でこういう形で、ね、カットもして、うん、まあ、これでできたらもうバチンバチンもうレシムカレーがフィルムになるので、ね、うん、はい、なおかつ故障のしにくい DCT もあればあるので、はい、はい、おすすめ、大変おすすめです。はい。はい、やってますか？やってます。暑いですね。いや暑いわほんまな。ほんま暑いで。やばい。ね、この暑さ DCT さんはもっと暑いな。ですね、うん。死んでしまう。何が死んでしまう？死んでしまう。何が死んでしまう？みんな死んでしまう。みんな死んでしまう。そうやな。はい。何してますの？何してますの？何してますの？今は GT4 プログラム書いてるの。おお、うん。なるほど。でこれが終わったらそのあと最後に、まあ、キャリブレーションして完成やね。うんうん。まあ、クラッチのスリップポイントとかね、まあいろいろ。まあ一番大事なことは俺1ミリも言うてないけどね。それはね、企業秘密や。言えんな。あ、それはな、一生懸命頑張ってください、皆さん。はい。はい。はい、あ、ほんでちょっとええわ。これ、この人からさっき抜いた DCT オイル。どう思いますか？どう思う？真っ黒、あ、映らんな。真っ黒しか映らん。まあ、真っ黒やな。真っ黒やな。汚れてるな。うん、汚れてる。うんうん、さっき、うん、さっきですね、うん、なんか油温が下がるとか、うん、なんか言ったけど、本当に下がるんですか？下がるんですかじゃなくて、下がる理屈が知りたいな。うん、そう。じゃあな、じゃあ質問するよ。うん、お風呂、お湯張りました。はい。入ろう。熱ってなったらどうする？熱ってなったら、うん、熱ってなったら飛び上がる？飛び上がるじゃないわ。どうやって冷やすの？ああ、お水を足すとか。水足すでしょ。うん、足す。水足すでしょ。はい。DCT 温度上がります。はい。どうしますか？お水足せ。水は足せないね。水の代わりに何を増やす？お湯オイルを増やすでしょ、うん、理屈はそれと一緒、はい、ね、この時期暑いね、夕方になったら金もみきちゃん、みきおばあちゃんは道路に水撒いたりせえへん、打ち水湯かな、打ち水湯ですかね、まあ、そうするとどうなる？こう路面が下がって、うんうん、ちょっと涼しく、路面温度が下がって涼しくなるよな、そうそうそう、いいな、そうな、うん、ああ、そうそう、だからこの M4 でえらい GTS とかな、 DTM チャンピオンエディションはな、もともと S55 は水冷式のインタークーラーを採用してるから、うんうん、ね、インタークーラーを大きくする、例えばオイルクーラーを大きくするとか、ね、そういうのっていうのは結局温度を下げるためなんや、うん、な、うん、温度を下げる、下げる、ね、空冷だと限界が、このエンジンで限界があるからこいつは水冷なわけ、うん、要は空冷、空気と水で冷やしてるのね、これね、うん、ね、ね、うん、でさらにその上のGTS やら DTM っていうのはこれじゃ足らんから、ここにウォーターインジェクションって水吹いとるわけ、うんうんうん、うん、あれミキおばあちゃんが道路に水打つのと一緒やな、うん、うん、そうやな、ひんやりするな、うん、ミストシャワーみたいなもんやな、うんうん、そうするとよりパワーが上がる、上がるとな、その理屈、おー、うん、その理屈、理屈プラスアルファ、うん、DCT を賢く壊れにくく短縮するためには、うん、味噌があるね、うん、味噌がどんな味噌ですか？それはもう GT4 プログラムのなぜこれを作ったかっていう最大の理由があるね、うん、うん、でもそれは言えんの、それは教えてくれない、絶対教えんよ、だってめちゃくちゃ俺苦労したもん。見てきてるやん、もう過去十何年間何をしてきたか、うん、どんだけ金使ったか、時間と、うんうん、何台のデモか壊してきたか、
間違いないですね。でしょ、間違いない。そんな教えるわけないやん、はい、うん、だからにわかでねわーわー言うてるのは偽物やでって、それはフェイクっていう、うん、まがいものやからね。奥が深いですか、ね、奥深いんで BCD 大変やからな、うん、な。でうちらは BMW だけじゃなくて、うんうんうん、例えばワーゲンであったり、うん、アウディなんかの DSG もね、うん、DKG もバラして、まあ、そういうのも研究してるよ。はい、してるしてる。でノウハウはちゃうねん、ね、ということでね、BMW に関してはね、ぜひぜひドライブにお任せください。はい、BMW の、ね、純正テスターを使用してこれやっています。ガッチャンガッチャン聞こえますか、これガッチャンガッチャンガッチャン。はい、 M4 の DCT 君頑張ってくれてます。はいはい、で最後にね、今は最終仕上げということで、DCT のねキャリブレーションね、スリップポイントとかメカトロのクリーニングとか、まあ、そういったものをね、最後調整してやって完成となります。はい、ということでね、ここでそういえばお客様から感動のねビデオレターが届いてますので VTR をどうぞ。でね、これ、こちらが走行5万弱の、名古屋号から外した DCT のオイル板で、こっちは、うちの 90M3 スーパーチャージャーね、うんうん、これは新品に交換して約1万キロ使ったもの、何がしたいんやという話なんやけど、うん、ちょっと見てくれる？ちょっと気づいたな、俺この動き、まあ、純正もある程度は動くんよ、これでと、これこれ同じ力でやってるね、うん、ビーンってなるよねこれ、うん、だからこっちも若干は歪みあるんだけど、こっちはさらに歪んでいると、うん、まあそれが走行距離の違いだよね、はい、うん、ということでこの人はね歪むんです、うん、プラスチックだからね、はい、結構まあその、まあ、車にもよるんだけど、やっぱりこうマフラーがこう横通ってる、そうですね、あちちちあちちちちってなるわけですよね。アルミにするとどうなりますか？あちちちちならないですね、うん、あちちちちでもこうキューとはならない、うん、キューとはならない、これが歪んできてこのガスケットの縁から結構こうクリアランスが広がってくる、ガスケットのその当たり目のねクリアランスが広がってくるので、まあ、オイルが滲んでしまうと、うん、まあ、こちら若干滲みがやっぱあってね、うん、使いすぎはよろしくない、うん、
はい、だから5万キロとかでも1回も変えたことないような車ってめちゃくちゃ漏れてるやつあるやん、たまにね、うん、ありますね、ね、それはそれが原因なんですよ、うん、そういったところの予防策にもなるっていうのがあの BCT のオイルパン、容量アップのオイルパンはまあ賢いところだよね、うんうん、はい、まあそういったのがこういったものも常にこう日頃こんなことばっかりやってるんですよ、ですね、僕らはねだからその DCT に関してのデータ量が圧倒的に違うわけですよね、うんうん、だから Q2EQX 系の M3 あたりからこの DCT というのを過去10年以上こうやってきて、ね、いろんなトラブルを今まで経験してきて、なんでやろう、なんでかな、こうだどうだ、これならどうだっていうのをやり続けた結果、まあ、ああいったプログラムができたりとか、こういったものができたりとか、ダイヤルの一般を用意したりとかっていうことでつながるわけですね、うんうん、だから実際ね、全国からやっぱり DCT にお困りの方、ね、実際遠いところからいっぱい来られてますよね、今ね、そうですね、ね、DCT の修理だけでもね、うん、今2台ほど、ね、街の状態で、やらせていただいてますということでね、あの日本で多分 DCT のことに関しては一番だという自負があるので、まあ、ぜひぜひね、あのお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。なんですが本当のところはまた違うところにあるんですが、はい、これを言ってしまうとですね、データというかね、うちのノウハウをパクられてしまう、はい、それぐらいの、ノウハウをうちは持ってます、うん、なのでね、あのちょっとお困りの方はね、ちょっと遠いっていうお客様多いんですけど、1時間2時間のことなんで、遠いと言っても遊びがてら来ていただいてもよろしいですし、はい、まあ、当社ね、あの全国を提携している陸送会社さんがありますので、格安にで見てね、こちらで手配して陸送をかけていただくっていうこともできますので、はい、ね、今のご時世なんでね、本当はまあ対面でね、はい、お話をさせていただいていくのはいいんですけれども、はい、まあ、それも難しいところも、ね、ありますので、まあ、そういったサービスもぜひぜひ、ご活用いただけたらと思います。はい、でね、とにかくね、電話であったりメールのお問い合わせ非常に多いんですけれども、僕らも3人でこの会社をやってるもんでして、意外とね、まともにね対応できない場合とかもあるんで、はい、極力まあこういった深い話っていうのはご来店いただければ、まあ、お話しさせていただくということで、ご了承よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、今日もアホやなとか、今日はちょっとまともやなとか思った方はいや金本さん笑いすぎぜひぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、また次の V でお会いしましょう。さようなら。こんなおしゃれなパスピエルトも売ってるんでね、こういうのも買ってくださいね。はい、でちょっと宣伝をしてみる。はい、お願いします。はい。